だって本当にね、ここ2年なんですよ、はい、お家賃が立たんで2年しかいられないんだけど、はい、だけどあと先行きは不安なんですよ。実際は私たちみたいなこの零細企業、そして本当にお金なんか銀行から貸してもらえないのでね、それが本音なんですよ。だけどもそういうこと考えると先に進まないのでね、もう今日さ感謝しかない。もう明日目上げればまだその日さ感謝しかないですよ。県外の人来てくれるんですよ。まだ今日も岐阜県の人たち今朝一団体来てくださったので、じっとしてやって申し訳ないけど進まないから、やっぱりこうやって働いてお客さんからエネルギーもらって元気でみんながらお客さんがエネルギーもらうと、うん、苦手でしょうがないって。